お疲れ様です。昨日ね、前澤なんとかっていうチャンネルで、あの無法松さんっていう方が俺と大関のことに対して話してました。で、その無法松さんっていう方の言ってることが全て正しいですね。はい。大関はあいつから俺にちょっかい出してきたんで、俺からは何も仕掛けてないんですよ。あいつはなんかね、自分のいいように、都合のいいようにばっか言ってますけど、あいつは人をおちょくるのが得意なんで、人をおちょくってそれをネタにして配信するんですよ。ああ、だから全部あいつがちょっかい出してきてるんで、あの無法松さんって方が言ってるのが正しいです。はい。だから俺はあいつからふっかけてきた喧嘩を買ったまでで、俺は何も悪くないんですよ。皆さんその辺理解してください。で、無法松さん、どうもありがとうございました。